の部類にに入る大大学学でありアルゼンチンチおいては最古の大学コルドバ大学歴史博物館を含め校舎の一部は当時のものが残存しており世界遺産に登録されている20世紀初頭よりブエノスアイレス大学に次いでアルゼンチン第2位の大学としての地位を有しているコルドバ大学はイエズス会が1610年に コルドバで前身となる高等教育機関を設立したことに始まる。1810年のスペインからの独立後、1820年には内乱のためにコルドバから一時的に移転した。1856年にはブエノスアイレス大学と共に州立大学に、1881年には国立大学に改組された。1864年には 旧来の論理学部が廃止され、同時に数学、物理学に特化した教員を外国から招聘するなど、自然科学や精密工学教育の充実に弾みをつけた。1877年には医学部が開設。1918年には大学の自治や学生の運営参加などの大学改革を求めた学生運動が発生し、 改革理念について表したコレドバ宣言が発表された。これを受けて大学組織の改革が進められた。20世紀に入ってから学部研究機関の増設が相次ぎ教育機関として急速な発展を遂げ現在のコレドバ大学が形作られた。名誉学位オートリデイズ・デラ・ウニベルシダ・ナショナル・デ・コードバ2017年6月2日閲覧 ファクツフィギュアス。g 2 0 1 7年6月2日閲覧。中川和彦。アルゼンチン民法典起草者ダルマシオ。ベレスサルスフィールド商伝。正常法学第79巻。正常大学。2010年3月。ー度1100億765万9690。マルコス・アギニス。現代外国人名録2012。2017年6月2日。 閲覧、ありがとうございます。